サンガです。あ、ミサンガ、え、これ作ったん？はい。嘘。バナナ色にしたんですけど、ちょっと私用に作っちゃったから腕が回るか。ちょっとつけてもらえば。そんな人間ってさ、手首の太さそんな変わんないから大丈夫でしょ。足りるって、ほら、きり、本当は ここの部分が欲しいんですよ。え、どうした、足んなかった？足んない分も、一応。いや、急になんかこれ出てきたけど何？足んない分用です。これで縛って長さ自由自在みたいな感じで作ってきました。こういうの作るの得意なの？なんか結構中学生の時作ってて、作った昔に授業中とかよくやってて、やった眼科消すんだっけ、これ。そうです。で、切れると死ぬんだよね、その人。おじさんが変な顔してるけど、おじさんが不安な顔してる。なんか海外の旅行先で買いたくねえけど買わされる感じの顔してる。はい、ビロビロじゃねえか。これはどうにか収まんねえのか。これちょうどいい長さねえのかよ。短いか長いかになって、なんかさ、出荷されるさ、やつにつけるやつみてえじゃん。なんかタグみてえじゃん、番号、生産製品番号みたいな。これなんだよ、ここ足首にしたらいいんじゃん。そうすればそれでいいんじゃん。足首系、これから夏だし、めちゃめちゃいいですね。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいよいいよ、おしゃれじゃん。かっこいい、いいね。やったな、おい。やってないよ。足首からただ上に行っただけじゃん。違う違う、間が面白すぎるじゃん。何やったっ。プロの間を出す夏の、そういうとこ。いや、プロだからしょうがないよ。オープン。あった。肩たたき剣出た。あ、剣だ。なんか小さい頃にお父さんとかに肩たたき剣プレゼントしたらすごい喜ばれたから。わかるわ。これなんか書いてあるけど、なんと永遠って書いてんじゃないか。期限とかないの？これないです。やばいよ、こんなのずっとやってよって言われるよ。毎回だよ、この収録の時。じゃあ毎回楽屋にいてちょっと夜は来てくれって言うよ。休憩中でも休暇中でもお申し付けくださいませ。可愛かったな今の。よし、ちょっとじゃあいける。はい、期限なし、はい。おお、なかなか力強いね。おお、ちょっと待って、なんか痛えな。ちょっと待って、痛えな。あんまやってねえ、その叩き。もうなんかぶん殴ってんじゃん。全然やったことなくない？肩叩き。ぶん殴ってここで来てんじゃん。肩叩きこうやってやってて、こうやってたら。ここで来るじゃん。こことか、こうとか。結構凝ってそうなんで。井村はすごいよ、肩は。凝ってるよ。それがいいかな。ちょっとこうしていい？あ、強さどれがいいですか？結構俺、だから強い方がいい。日村さんもう全然効かないの、カッチカチで。本当に。いや音が違うじゃん、なんか。全然やべ、全然気持ちよくねえ。この剣使わねえかもしれない。そうやってグッと揉んで最後にポンってやるのがいいのよ。こうやってガーって終わりね、最後終わったっていうのでこう。あ、違うの、ごめんごめん。あ、違うの。俺一回もやってない。あ、ごめんごめん。これをやれっつってんの。ドンって言ってるじゃん。終わりみたいなやつあるじゃん。終わりでトーンって言うんだ。それわかる？言ってみ。トーン。トーンって誰が豚だもん、お前。何なんだよ。トーン。今のトーンはなんだよ。アドリブのトーンするんじゃないよ。ゆきくん、誕生日おめでとう。おお。どうした？え？豚じゃねえか。中に手を入れるんですよ。え？だから遊べるんですよ。やって。パペット。あ、パペットってことか。パペット。おお。ああ。こんにちは。僕は日村です。豚じゃねえ。豚じゃねえ。やってんな。俺やったな今。俺すぐやったの。なんで僕日村です。入ってる。あ、手紙？そう、なんとか実は本当これがメインで。これがメイン。そう、中に入れれたらいいなって思って。ずっと仲良くしてくださいね。ずっと仲良くしてくださいっていうメッセージと一緒に。なんなのこれ、もう毛入ってんじゃんか。これはマチューの毛です。誰の毛？松村の。ちょっと待って、なんかこれはどういう、なんか意味があるの？なんか日村さんと
ずっと一緒にいたいし、日村さんにずっと私のこと感じてもらえたらいいなと思って。どうしたこれ、本気言ってんのかそれ今。ちょっと待って、これ単純にこう魂を込めたかったってこと？何か、まあ、魂込めるっていうより、うん、本当に単純に日村さんに毛をあげたかった。おお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 い、お前これもな、正気かお前。本当に何これはスムージーです。なんでこれをプレゼント？あのやっぱり忙しいから栄養の詰まったものをもうギュッとこう詰めてお届けしたいな。なるほど、あの、ね、じゃあ生田のオリジナルスムージーをご馳走っていうのがプレゼント。はい、おーおーおー、飲んでんのこれよく？いや初めて作ります。なんかあのネバネバ系はすごい体にいいって。えこんなの、なんかこんなの入んの？メカブなんて。そうですね、あでも緑なんで。何緑なんでってその理由。緑のスムージーだったら全然大丈夫です。ここからメカブがメカブがちょっと出ちゃってるけど大丈夫。溢れてない？メカブが盛り上がっちゃってまあ大丈夫。全然大丈夫だ。やったことないんだよねこれ。やったことはないです。行った行った行った。全然回ってないです。いや水とか入れてないからじゃない。ミルク？あれやったことないんだもんね。やったことは全然ないです。入れすぎても。周りが周りが入れすぎ。いった日村さん、日村さんのために作ってくれてんだから。はい、なんちゅう顔してんねん。あー怖え。いくよ、うん、美味しいですか？うわ、うまい。うまいの？よかった。全然、何これ。なんかあれずんだ餅みたいですね。なんか。